自然の中で思いっきり遊ぶことで、体面はもちろん景色を見たり、いろいろな発見があったり、たくさんの感動体験ができて、体だけじゃなくて心も大きく成長しているなと感じてます。秋から冬に変わる頃、秋にはたくさん落ちていたどんぐりが冬になって、落ち葉でどんぐりが隠れてしまってると、どんぐりないね、寒いから隠れたんかな、そやな、どんぐり服着てないから寒いんかな、という子供の可愛らしいつぶやきがとても印象に残ってます。そんな子供たちの可愛いつぶやきや笑顔にほっこりしながら毎日楽しく保育しています。ひなぎく子ども園は近くに地球市民があり、自然に囲まれた園です。よく地球市民の森へ散歩に行くんですけど、四季で景色が変わるので、一年通して四季の変化を楽しみながら、子どもたちはのびのびと体を動かしてよく遊んでいます。